社会人になってね、本当に時間が過ぎるの早いなと思うんですよね。おはようございます、関野康弘です。本日も名言を取り上げていきます。本日の名言はですね、養老孟司さん、養老孟司さんの名言で、人というのはいつ死ぬかわからない、ぼーっとしていたらあっという間に終わってしまう、だからまず一生をどうやって生きていきたいのかというところからきちんと考え直した方がいい、そして勇気を出して自分が決めた新しい生き方で第一歩にチャレンジしてみる、これは危ないかもしれないと思っていたことを思い切ってやってみるんです、ということでですね、養老孟司さんのプロフィールをお伝えしていきたいと思います。養老孟司さんは日本の医学博士、解剖学者、東京大学名誉教授、神奈川県鎌倉市出身、2003年に出版されたバカの壁は419万部を記録し、戦後日本の歴代ベストセラー4位となったということでですね、まあ私もそうですね、バカの壁という本を読んだのかな、確か読んだと思うんですけれども、419万部すごい売れましたよね。まあそれは置いといて、人というのはいつ死ぬかわからないって本当に思いますよね。明日死ぬかもしれませんし、何があるかわからないんですよね。だから本当にぼーっとしてたらね、休みだ、さあぼーっとしようとかのんびりしようって思ってたらもうすぐに終わっちゃうなと。人生ね、本当に80年とか90年とか100年とか言ってますけれども、あっという間だなという思いがあります。社会人になってね、本当に時間が過ぎるの早いなと思うんですよね。私も今日朝からまあいろんなことしてたんですけども、もうこんな時間かと思うようなことがたくさんあります。だからね、やっぱり今日はこれやらなきゃいけないと、これしなきゃいけないとか、決めて必ずやっていくことにはしています。じゃないとね、次から次に新しいこと、いろんなことが入ってきますし、そうじゃないといろいろ終わらないんですよね。もちろん、子供の時そんなことなかったんですけれどもね、まあ時間あるわって思ってたんですけども、全然もう今なんか本当に考えただけで時間がもったいないなと思うことがたくさんあるんですよ。だからこそね、まあいろんなことにチャレンジすることもそうですし、まあ決めたことをやるということも大事だと思ってやっております。ただね、チャレンジすることってやっぱり怖いですよね。私もチャレンジすること怖いですよ。 YouTube なんかもう撮影するときはめちゃくちゃ怖いですけどね。なんていうか、今日何喋ろうっていう、まあトーク内容もないので、じゃあ自分の経験から掘り起こして今話してるんですけれども、本当にそう思ってても YouTube の撮影もね取りためしてもすぐ終わっちゃうんでね、1週間取りためてもやっぱり1週間早いので、すぐまた次の週って撮ってるんで、すごくね、まあね、スケジュール立てて、あといろんなことにチャレンジしつつもやり続けないといけないなと思ってやっております。別にね、やらなくてもいいんですけれどもねやらなくてもいいんですけれども、でもまあやりたいこと、やるべきことだと思ってやっております。皆さんも勇気を出してね、チャレンジすることあると思います。今年もね、今9月ですけれども、12月まで、もうあともうすぐなので、今年決めた目標があるんだったら、やっぱり、それに向かってやっていってはいかがでしょうかと、私も、やっていかないといけないなと、今、頭で思ってます。本日も一日、よろしくお願いいたします。動画を見ていただき、ありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。